はようございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ。今週のゲストは東京浅草山谷弘昇院住職、吉水岳玄さんです。トークの後は音の巡礼コーナー、全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本昇慶の北条庵よりお送りします。おはようございます。おはようございます。はい、浅草山谷からの声を届けていただいてるんですけど、その法然院で聞いたね、話の中で、ホームレスの人たちを、まあそうですね、都なり区なりが、排除するというのか、それもね、別に、利がないことでもないんでしょうけども、そういう動きもあると、例えば、炊き出しを、行う。あれは都庁だったんですかね。都庁もですけど、渋谷区の話がひどいという話をしたかもしれない。はい、はい。あ、渋谷区ですかね。区の、あれ、区役所かなんか駐車場とかあったんですかね。そうです。渋谷区の区役所の駐車場ですね。地下駐車場のところですね。はいはい。地下駐車場で、炊き出しをしていたら、その職員の人が、電源を落としちゃったと。ええ。真っ暗にされちゃったと。その聴衆の、お話、講演伺ってて、聴衆の人は多分、いや、なんと、区役所の人ひどいんだ。人手なしなんだって思うと思うんですよね。で、なんか最近、いや、そこでちょっと聞きたかったんですよ。最近その産業層っていう活動とかで、いろんな会社で働く人とか、社員、職員の人と一対一で話をして、で、話もしつつ、その音声を AI の音声感情解析で見てみるっていうですね、声を見るっていう、そんな取り組み、それで組織改善に役立てていくみたいなことをしたり、してるんですけど、想像するにですよ。多分その、炊き出ししている駐車場の電源を落とした、その区の職員なんですかね。は、別に人手なしでもないし、むしろ業務に忠実っていうか、その分、杓子定規で、なんでしょう。こう、ゆとりのない人かなと思うんですけど。多分、あんまいい声出してないだろうなって思って、もしその人と私が一対一で対話をすることがあったら、その職員の人とですよ。かなり抑圧的な中で仕事をしていて、ビルの電源を落とすのはそうなんだけど、自分のその感情のスイッチを普段から切って仕事してるんだと思うんですよね。これは想像がなんとなくできるなと思って。その声っていう観点から言ったときに、私はなんか最近すごく声に注目してて、それもあってこのポッドキャストも声でね、あえてその YouTube とかじゃなくて声だけでやる。出るんですけども、ちょっとこう、ラディカルに言えば、
もう人間の存在というのは声そのものなんじゃないか。声を発していること、発することが、まあ、存在するということだし、どんな声が出せてるかっていうのがその人のあり方そのものなんじゃないかな。そんな観点からしたときに、その、ホームレスのね、お話の中で、まあ、それを、あえてまあ、それがもう、こういうライフスタイルが好きだっていう形でやってる人も、まあ、いないわけではないと。うん。だから、その人は多分、まあ、そこそこ、いい声というか、うん、むしろ多分その職員よりも、うん、よっぽど伸び伸びした声してるんだろうなとか、うん、もう思ったりして、なんかその吉水さんがいろんな人と、その区とか行政側の人と話すこともあれば、まさにホームレスの当事者の方とお話をすることもたくさんあると思うんですけど、みんなどんな声をしてますかっていうのを聞きたかったんですよね。なるほど、面白いですね。役所の方の想像についてはとてもうなずくことが多かったです。なんて言うんでしょう、私も別に役所で働いてる人を敵視してるわけでは全く、うん、もちろんもちろん、もうおっしゃる通りで、杓子定規に言われたことなのかもしれないけれど、目の前の人の気持ちや状況を受け取るなと言われているんですよね。水際作戦という言葉がありまして、かなり古くから行政の役所の入り口のところ、窓口のところで生活保護の申請だとかを、これ嘘ついてでも追い返すんですよ。で、行政が嘘つくわけがないと思っているので、一度これやられると本当に痛みが大きくて、もう二度と頼りたくないというか、もう心が折られてしまうんですよね、うん、だからその役所の人たちは、あえてこう、声というのであれば、強くというか、無感情な声というんですかね。うん。感覚にしていく感じっていうんですか。だから私たち、対話をしている、その窓口に立つ人間のことを、人間だと思わないようにしているのかなと思うような、そういう、だからもう断る前提でいて、相手がどんだけ大変だというふうなことがあっても、それは同じ人ではないというふうに、多分考えないと辛いのかなと思うんですよね、うん、そういう意味では結構きつい職場でもあるかなと思うし、あとはこれが長年続いていくともう諦めてしまっているんでしょう。まあ、時々こうですね、私たちのようなものが当事者についてって生活保護の申請などに、関わっていくときには、なんか上役の人が出てきてですね、あ、もうこれこういうもんなんでっていう機械的な答えをわざわざしに来る方がいたりするので、何かこう、冷たいというよりは何かこうやっぱり諦めというか、なんかこう拒絶というか、うん、なんかそんなもん感じる、ね、心のスイッチを切ってますよね。ああ、そうそう、それいい表現だなと思って、本当にその通りだなと思います。で、一方で、路上の方々はどうかというと、やっぱり100人、104、1000人専用なんだと思うんですけれども、そうですね、その窓口とかで、もしくは頼るべき、まあ、頼りたいと思っていたところが頼れなかった、または、誰かに裏切られて信頼してすがったのを手を振りほどかれたっていうような絶望を感じている人の場合は、もうやはり声ももちろんおぼつかないというんですかね、生きていくのがもう耐えられないというような声を発する人もいらっしゃいます。うん。路上に出てきて、まあ一週間とか10日ぐらいの間にお会いすることができれば、かえってこう本当にしんどいその状況かもしれないけれど、必要なことを聞いてつなぎで次にっていうことがあるんですが、ただ、さっき松本さんがおっしゃったように、その、もう、路上からアパート暮らしとか、元の生活に戻るなんてことは、考えるだけ無駄だ、しんどいだけだっていうふうに、まあ違う意味でこちらも諦めている人たちっていうのは、すごく力強さを持ってる感じも、ありますね。まあ、どうせ俺はっていう諦めと、あとは、まあもうこの中でやっていくしから仕方ないだろうっていうような、感じなんですけども、でも生き抜く術をですね、いろんなところから得ていってるので、すごく力強い方もいらっしゃいます。うん。あとは、最近私が、
毎週のように会ってるおじさんは、結構離れたところから、私がお弁当や衣類などを配りに行くところに来てくれるんですけれども、この人はですね、毎回すっごく嬉しそうにお話をなさるんですよね。それがまた私たちにも嬉しいんですけれど、でもそれはなぜかっていうのを、この間お話を聞いたら、やっぱり、信頼しているところの人たちに裏切られたことや、とても敏感な方なんでしょう。炊き出しの場で自分たちのために力を尽くしてくれてる人たちに会うんだけれども、お前らいつまでこじきやってんだよって、こう上から言われるときに、ものすごくこう傷ついたりなんかしていて、で、私たちのモットーとしてるのは、同じ人としての敬意と尊重だけは決して忘れてはならないというのをボランティアにもこう言い聞かせながらずっと活動してきています。で、私たちも別に必ずしも今なんか上に立っていてどうのというのではなくて、むしろ彼らから教わることもたくさんあるので、大切に私はお会いする方々とお話しするのをすごく楽しみにもしています。ですから普通に話すだけなんですよ。だけど、向こうからすると、普通に話すっていうことが普通ではないから、それがすごく楽しくて、わずか本当に5分、10分の話なんですよ。だけど、それを楽しみに、遠くからわざわざ寒い中、歩いて、この、配るところ、夜回りのコースのところに来てくださって、ニコニコしながらお話をしてくださるんですよね。それは私たちにとってもまた力を得ることというか、なんかこう元気、まあ私たちの方が多分元気づけられることでもあって、ただ、なんて言うんだろう、癒してあげたとかそういうことを思ってるわけではなくて、むしろ彼がすごく私たちを信頼してお話をしていくときに、元々のこの元気な姿の一端を見せてくれるのが自然になんか嬉しいというか、ただそれだけでこちらもまた会おうという約束をしていく時の笑顔が私たちも嬉しいのと、その声がね、ちょっと弾むとまでは言わないけれど、何か楽しげである声は私たちも聞いてて嬉しいなと思うんですね。それは、やはり、その、普通のおしゃべり、普通のおしゃべりというのは、その何かこう違いがあるわけじゃなくて、人と人とのおしゃべりとしてなされているっていうものが、その人にとってはまあ普通じゃないことなんですね。それぐらいその人としてまあ扱われるっていうのか、こう向き合ってもらえる機会がすごく少ないということでもあるんですかね。まあ本人はそういうふうにはっきり言っていました。すごくなんかこう言葉でお前はダメだとまで言われないんだけれども、でもさっきのいつまでこじきよっていう時には、あ、俺はこじきなんだな、何か低いものなんだなっていうふうな、まあこう眼差しを感じて、こう力をなくす感覚があるんだっていうようなことをおっしゃるんですね。話した場合は本当たわいもないことですよ。最近すっごい寒いですねとか、冷えてきましたねとか、あれダウンどっかでもらってきたんですかとか、なんかそういうなんか本当に、毎回その配るものの中に今回はお年玉でお風呂の券入れときましたとか、そういう会話だけなんですよ。だけど、それで向こうは、いやー風呂久々に入れて嬉しいなとか、ただそれだけですよ。自然なただのそういうやりとりだけなんです。でも、それでも人と会話する声を重ねていくっていうのが、すごく彼にとっては大事な時間なんだなっていうのを、私も感じるし、私にとってもそういうふうに感じてもらうのと、私も多分感じてるからそうなんでしょうね。私もすごく大切だなって思えるんで、この会話のいちいちを記憶してるんだと思います。お話伺ってると、吉水さん自身がその会話に救われている部分もあるんだなと思って、なんかこう感じるんですよね。救われるというのか、
これね、ホームレスだからの立場だからとかじゃなくて、日本中、世界中に、同じ、まあ、問題というか、があるんだと思うんですよ。それは会社の中でもそうだし、会社の中だって結局、肩書きと肩書きが喋ってるだけで、そこは実は人と人との関係になってないっていうことはすごくたくさんあるし、お坊さんの同士の中だって、まあ、往々にしてあるわけですよね。うん。なんか、なんとか商人となんとか商人として、何々寺と何々寺が喋ってるみたいな話で、うん。本当は、こう、ね、全然人と人としての、声の重ね合わせみたいなものになってないっていう、その、まあ、寂しさというか、うん、それって至るところにあって、まあ、それが成り立ってるっていうのは、何かこう、うん、ホームのある人がホームレスの人に降りていくとかそういうことでもなく、多分すごく、双方向で同時に成り立ってるでしょうね。思います。双方向なんだと思います。そして私は多分そういう会話とか彼らとの関わりの中に、あ、お釈迦様当時のサンガっていうのはこういうなんかこう空気感だったのかなと想像することがあるんですよね。こう、なんていうのかな、別に家がある、屋根がある、お金があるとかではないわけだけれども、でも少なくとも、お釈迦様はハウスレスでルーフレスだけど、ホームレスではなかったと思うんですね。うん。それは信頼に足る弟子たちや、まあ弟子とは言わないですね。お釈迦様は、自分が先生だというふうなことをおっしゃらないので、本当に等しい目線で関わるときに、相手への非常に大切な、眼差し、大切にしようとする眼差しをちゃんと向けていらっしゃったでありましょうし、かつては、日本のお坊さんたちだって、6つの和敬と書いて六和経というんですが、和敬は平和の和に、敬は敬うという字で、6つのこの和経、六和経というのが守られていた。まあそれは今のその肩書きと肩書きが会話するのとは真逆で、人と人、一人の人と一人の人がちゃんとお互いを尊重し合えるような和敬を、し合えるような、そういう眼差しと対話、言葉が重なる空間だったんだろうなと、こう思うので、だから、なんていうのかな。私が、そう、彼らと関わる中で癒されていくような感覚があるのは、もしかすると、そういう、なんか柔らかな時間っていうのは、私にとっても、関わる相手にとっても、穏やかで気持ちが和らぐ、そういう、きっとこれが、サンガな空気感なんじゃないかな、というふうに思うところなんですよね。そう。そう、そんな感じだから多分双方向ですごく私も相手も一緒に穏やかな気持ちで帰るのかなと思います。いつもご愛聴ありがとうございます。テンプルモーニングラジオは総再生回数50万回を突破しました。リスナーの皆さんからゲストのお寺にお参りしたいという声をいただいており、これまでのゲストのお寺を Google マップから探せる音の巡礼マップを作りました。トークやお経の音源にもリンクしているので、過去の配信へのアクセスにもお役立てください。マップの URL など詳しい情報は音の巡礼ノート、または番組のホームページをご確認ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経や
お坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ、いってらっしゃい。
このポッドキャストはノートマガジン松本商家の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。